マヤグエスは、アメリカ合衆国ペルトリコ島の西岸に位置する都市。1894年4月6日に、スペイン国王より公式に町としての称号、エクセデンテシウダでマヤグワイズを与えられた。マヤグエスは、ファウスティーノ・マルティネスでまとす、フワンデ・シルバ、フワンデ・アポンテラのグループにより、マヤグエス湾とヤグエス川の川口から内陸に約1キロメートルほど、 離れた丘の上に1760年9月18日に公式に創設された。1763年スペイン国王は町の設立者たちにサンジェルマンから町を分離し実地を行うことを公式に認めた。1836年5月7日、居住区は村に格上げされ、ラファエル・マングアルが最初の村長となった。この頃、 村の経済を主に支えていたものは農業であった。1839年に有名な愛国者で教育者、社会学者、哲学者、エッセイスト、小説家でもあるエウヘニオ・マリアデオストスがマヤグエスで誕生した。1877年7月10日、スペイン王より村は公式に自治憲章を与えられた。ありがとうございます。